お、今日はデタラメな天気の世界でエンドラ討伐か。デタラメな天気でどんな天気来るか分かんないけど、私大原め、一つ分かってることがございます。鬼畜企画で天気が変わるってことは、まあ大体ろくでもない天気のオンパレードでチート予想はまずないってことなんですよね。今回も鬼畜の匂いがしますね。ワールドハイタテックから気づいた、実は前にも村がということで、早速ですが、エンドラ討伐初期ブースターセットは石世の石鶴橋、速報です。なんだ、現在大原面に梅雨前線が接近中です。梅雨前線、あ、梅雨になった。あ、出だし悪っ。あれなんだね、今回日本とか関東とかじゃなくてよ、俺そのものに天気が近づいてくる。あ、待って、いて、何、サバンナでもちゃんとこう雨降ってる。あ、待って、村人がちょっと道があった。そうか、あ、雷そんなゴリゴリで落ちてくる感じ。あー、モブにめちゃくちゃ雷が落ちてる。村がもう魔女の村とかした。近寄れねえよこんな、ひどいね。まあとりあえず準備はするんですけども、まあ天気が悪い日に外出る必要なんてないわな。まあ一旦ちょっと地下でも掘って、石でも潜りまし取ってきましょう。速報です。現在大原面に寒冷前線が接近中です。ちょ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 まず世界が俺を殺しに来てる。おい、行きたくないの、俺どんどん下潜るって。オーマイガー。ということで気を取り直していきたいんだけどさ、ちょっとこれ歩きながら準備ができんな。とりあえずちょっと一旦水の中で切れる木とか切るか。よし、ダメだ、絶妙に遠い。あれがワンチャン届くかどうかな。オッケー、キワのキワだったら大丈夫。キワのキワ、よし、オッケー。よしで、あ、木を取って、木を取って。速報です。はい、来た、次。現在、大原面に桜前線が接近中です。ねえ、それは何？花粉症が有効してしまいました。いや、シンプルな毒。いや、あ、なんか画面もちょっと、視界が霞んでる。花粉症ってこんないつもそんな視界なの？嘘でしょ？髪？サトウキビなんかね、だけど。目と鼻が今ズビズビです。パン、ああ鼻水でもう前が見えない。吐き気、毒、ひどいね。こんな状態なのか今。とりあえず石のつるはしで、このでベッドはもらう。とりあえず鉄ももらっておきますか。5が出たらいいな。さあ5個、いいね。とりあえずツルハシ以外のやつはどうにでもなりそうだけど、死ぬかなこれ。ちょっと次のやつで俺死ぬかもしれないから、ちょっと一回預けておこうか。速報です。現在大原面にツララ前線が接近中です。ないそんな鍾乳石が雨にとって変わると動き出しましたナチュラルにバカなこと言ってるんじゃねえ。あ、でも食らわなきゃどうってことはないな。ちょっと過度に恐れすぎたかもしれない。これ上から降ってくることあるか、大丈夫か。よし普通に死んだ。さあいるもんだけどとりあえず取って、火打ち石が欲しいな。よし、これで、つるはし、盾、さあ、バケツと。
あ、初期装備としては速報です。現在大原面にオズリ前線が接近中です。立ち割りだ。いや違うね、これは俺の頭から生えてる。すごいなんか間抜け。うだす、ダサいな。あ、どずってる。あ、しかもちゃんとどずるようにこれバラバラの数字になってる。あ、めんどくせえ。やられてる。いいのよ、そんな細かく邪魔しなくて。どずりのレベルがちょっと高いぞ、今回。ちゃんと手持ちが汚くされている。まあでも、今までに出たやつの中で比べると、まあダメージはない分、多少はマシなのかなっていう気はするけど。まあ、機械感が強いけど。あ、妥協台が拾えねえ。もうめんどくせえ。これフラッシュ暗算テストやってんじゃねえんだぞ俺は。ダメだ、もういられない作業台なんて。ダメだ、映りゃいいんで。せめてこの間にマグマだまりを探しておこうかな。そしたらマグマだまりと肉かな。肉が16。速報です。でもう来ました。現在大原面にバイオ前線が接近中です。はい、マドストバイオですね。バイユだから、寝れるような雷ってことは、あ、寝れるわ。これで終わったりせん。はい、何もかんない。俺のリスチ消えただけ。バン、まあ、あんまり溶岩だまりはこちらへんにはな。あ、あったあったあった、あるあんまりクリーパー近く行っとくのやめとこうか。なんか、優先的にああいうのがなんか、雷撃たれる気がする。集中的に雷撃たれてるのかわかんないんだけど、めちゃくちゃ痛い、めちゃくちゃ痛い。そう。死ぬ。まあ、あ、あ、あった。あぶねえ。革靴作っといてよかった。あぶね、危ない。危ないね。ゲート作り向いてないよ、この天気。足元なくなったね。あー、あちゃ。黒曜石大丈夫だ。踏んでも大丈夫。オッケー。あー、邪魔。速報です。現在大原面に秋雨前線が接近中です。急に世界観が違う。何言ってんの。あ、なんかサメ出てきた。マジか。あー、マジか、今回こういうの入ってんのか。そうか。スピードでもそんなじゃなさそう。とりあえずめっちゃ遠くまで離すか。これネザーどうしようかな。スポナー消される可能性が全然ある。あ、てか紙か、紙もうちょい取っときたいな。それでいくと速報です。現在大原面に梅雨前線が接近中です。あ、いい、雷だ。雷で死ぬかなこれ。まあ一旦ちょっと作るだけ作ってみよう。とりあえずゲートはできそう。とりあえずゲートはできた。おお、それになった。よし、行きますか。痛いね。ちょっと痛いね。雷で死ぬ。こっちでも雷降るんだ。そんなことあるか。降るんだなぁとか言ったけど、納得はせんぞ。あ、でもネザーだったら、雷自体は、多分岩盤で止まってる。それだったら安全じゃん。速報です。現在、大原面に、何がゴリラ前線が接近中です。なんだそれ、本当に。猿が訪れ、全てのモブは猿とかします。いや、わかんない。
どういうこと？ああ、なんか緑の猿出てきた。多くねえか？ちょ、敵だな。いって。いやー、斧でワンパンじゃないのか。痛い。強ない。ゴリラ強ない。何これ。さあ、毒が。脳みそ食ったら毒になった。なんでやねん。速報です。現在大原面に梅雨前線が接近中です。ああ、これがもう本当にギリのラインだ。これ飯足んねえな。そうだね、一回最初の村もちょっと腹取ってくるか。今日なんかやばそうだな。個人的に今んとこやばいのゴリラかもしんねえ。あの小猿が無限に出てくるの実はちょっとやばかった。速報です。さあ現在大原面に火山前線が接近中です。初見のやつ来た。なんか火の玉無限に降ってくる。なんだそれ。あ、よくないな。多分無理に前出た方がよくない。出ない方がいいよこれ。今ガスとか火山にやられた音だけした。ちなむけどこの火山がゾンピグに当たってもそれは俺の罪にならないよな。俺は歩き回ってるけど大丈夫だよな。当たっても俺のせいにするなよ。あ、ブロック回収できるのありがたいけど、ブロックが回収できるってことはこの辺降ってきてるってことだよね。ちょっとかすった。うわ、ちょ直撃しなきゃ大丈夫か。いや、やっぱ屋根があるとこから出ないようでしょ。危ねえ。3、2、1、5。速報です。現在、大原面に梅雨前線が接近中です。はい、もう。もう火山とかに比べちゃ可愛いもんよ。ただの雨ですがな。とりあえず、ちょっと。自分がどっから来たかだけ忘れないようにするんだな。微妙に繋がってない。あ、うわー！完璧な軌道だ。我ながらびっくり。あんまりこの辺えぐられたらなんか、そのまま落下で死にそうで怖いんだよ。そういうの。そこか。あいつは、蹴りをつけなきゃどうやらいけないらしい。速報です。よし。現在、大原面に、ゴリラ前線が接近中です。いっちゃやばいやつ。裏来られてもこれやばいな。怖い。ゴリラの鳴き声がなんかすげえ怖い。冷静に一体つったらなんとかなりそうだけど、囲まれたらやばそうだな。普通に死にそう。言葉を失うぐらいのゴリラの数。数の防御やめようよつった途端にこれですか。待てばなんか黄色っぽいから一回待とう。速報です。よし。現在大原面に寒冷前線が接近中です。 OK、 確実まだある。むしろ歩いたとこ分かるからちょうどいいまで。あ、要塞発見。あったマイナニア50のプラニア50。よし、 OK、 覚えておこう。せっかくの道が全部粉焼きになった。速報です。現在大原面にドズリ前線が接近中です。あ、一番マシ。オッケー。よし、パパッとブレイズロッドは回収したい。この上多分ここがスポナー部屋になってる。ここだ。拾えない。とりあえず1本。あ、これ待って、思ったよりめんどくさいかもしんない。バン、落ちた。2本。いやー、次のやつ次第だなー。マジでゴリラだったらちょっと一旦離れた方がいいな。多分ちょっとゴリラ用の穴掘っとくか。ゴリラ来たら俺この穴ちょっとこもるわ。よいしょ。
4よ。速報です。現在大原面にゴリラ前線が接近中です。ゴリラケア、これが俺の答えだ。3分間待機です。速報です。よし、現在大原面に停滞前線が接近中です。ここに来て戦えれよ。ま、牛乳なんか持ってないが、壊せなくはないけど、斧構える前多分リアル5秒ぐらいかかると。これ右からゆっくりフェードインする斧をお楽しみください。スーンヒュッスーン。戦えねえよ、こんなんで戦ったら死んじまうよ。はい、はい、出たらとんでもないことになってんじゃないのこれ。なんかブレードと大グレーか。速報です。よし、現在大原面に火山前線が接近中です。まあ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 、どうしようかね。下りたい、下りたかっただけなんだけどな。ひどいことをするね。あ、ここやばいやばいやばい。速報です。現在大原面にゴリラ前線が接近中です。出たゴリラ。あ、いるな。あ、水、うわ、怖。ホラー映像。速報です。さあ次、現在大原面に火山前線が接近中です。出たこの辺で。ああそう、ああいや思い出した、そうドゼリ前線だ。ドゼリ前線でこんな溶岩はなかったけど、そういうことで、ね、今火山前線で上からどんどんマグマが立ってる、そういうことか。危ねえ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 。うん、帰ってきた。速報です。よし、現在大原面に停滞前線が接近中です。出た、おいちくしょう。7本あるから戻ってもいいんだけどさ。まあ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 、ロット自体は集まってはいるから、ロットは多分大丈夫だと思うんだよ。ただパールのちょっとね、パールをどうしたもんかねっていう。青森が耐えれるかな。やだな。速報です。現在大原面に秋雨前線が。バカかよ、おーい、やばい、いや終わった。あ待って、これ俺全ロスしたか、これもしかして。マジ、あーやったかもしんね、多分消えたかもな。一旦海で沈没船から金属拾ってこい、それで立て直そう。とりあえずサメ回避しながらの速報です。現在大原面に桜前線が接近中です。あーどこや、視界が。あ、待って、沈没船だからついでに紙拾えるぞ。はいはい、どんなです。紙持ってスニーク。あーあー、直した早いな、な、使う場終わんの。速報です。現在大原面に火山前線が接近中です。おー、待て、余波で死ぬ、余波で死ぬ。待て。いたー。くそ。いや、終わってる。あー、全てが破壊された。立て直しが進まんな、なかなか。ちょっとサメケアが必要だな。ネザーであの状態でサメ来た時に。死ぬことは全然いいんだけど、死んだ後にアイテムをちゃんと回収できるようにしとかないといけないから、マグマかな、飛び降りる場所行った方がなんかいい気がするんだよな。チェストだけ持っとくか。チェストだ。
ベッドとチェストをちょっと水中に避難させよう。多分地上だと火の玉で消える可能性があるから。いや、なんだ、消えた。なんだったら多分消えたから、そうだな。盾と斧があれば、まあ最悪。盾用の飯。この3つがあれば、ブレイザーはなんとかなる。いいね。飯と装備。よしよしよし。だいぶ整った。牛乳取ったら行こう。よし。速報です。現在大原面に秋雨前線が。バカかよ。人がネザーに行こうって時になんてタイミングで出てくるんだよ君。あばよ。よし。わあ、びっくり。何もかもがえぐれている。あ、いやー、でもアイテムはなくなってそうだな。たった8本集め直しになるだけさ。あちちちち。よし、3本。うー、早く早く早くこのパートを終わらせたい。速報です。現在大原面に桜前線が接近中です。熱い熱い。お、イータンバック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 。お、置いとこ。ロトは最悪。よし、2、これで7か。いやー、地味に桜前線も厄介だな。痛ーい。あ、世界一わかりやすい道だ。俺が目印置かなくちゃって、もうこれをたどればいつか着くから。ううう、あ、違う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 。こういう時の予感すごい邪魔。速報です。現在大原面に秋雨前線が接近中です。あ、これ死んだな。あ、こればっかりはもうしょうがねえな。運が悪かった。無理やり斧作るよりも、冷め待ってから準備した方がいい。速報です。現在大原面に野釣り前線が接近中です。あ、これをネザーできたかったな。あ、どこでしょう。で、火打ち石、ツルハシがないか。いやー、鉄使うのちょっともったいないな。イオの、あ、ツルハシでちょっと木掘る、石掘るか。ちょっともう今はちょっともうチャージタイムとしてもう割り切ろう。でも地味にパールのドロップがそんなによくない。結構斧のクリティカルなんですかね。なんだこれ。あ、なんだこれ。まあいいか。あー、帰ってきた。これで、ね、帰れればロットは終わった。ロットは帰れれば終わった。速報です。現在大原面に寒い寒い梅雨前線が接近中です。オッケー、梅雨あたり。これ帰ろう。これ取って持って帰る。いやー、長らく時間をかけてようやくロットが終わった。よーし。まあ、次はちょっと、青森を探しに行きますが、どこにあるかが全く見当ついてない。お、意外と広がってる。赤森、青ではない。いや、赤森、でかくね?500まで来て青森なしか。ちょっと美味しくないね。最悪、一つ作戦として、太陽祭見つけてゴリラ前線を待つっていう荒技も一応あるっちゃあるんだよ。すべてのモブがゴリラになり、ゴリラがまたすべて消滅するっていう。俺は一体いつ、青森を見つけることができるんだろう。あ、太陽祭あった、太陽祭あった。魂のゴリラ体験あるぞ。ちょっと、次のやつ次第ではあるんだが。
現在大原面につらら前線が接近中です。つららー、つららかー。あそこに一人ちょっと見えてるやつがいるから、うん、君に罪はないんだ。強いて言えば見ていたのが悪い。目撃者は消さねばならんのだ。すまんね。速報です。現在大原面に秋雨前線が接近中です。来たー、ダメだ、逃げるかなー。とりあえず、やばいやばい、やばいやばいやばい、おお危ねえ、足元全部なかった。おお、やっとした。おい頼む、ブルート、このサメ襲ってくれ。ブロック更新できる。オッケー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 。このブロック更新でかい、ブロック更新でかい。ちょっとぐるぐる回ってブロックもらってこう。よし、オッケー。速報です。現在大原面に桜前線が接近中です。多分これはね、死ぬことを前提に動いた方がいいかもしれない。これでちょっと金ブロックだけ掘り行くか。で、ブルートにちょっかい出さなきゃ大丈夫。で、こっち側に。ブルートー、よし。速報です。現在、大原面に停滞前線が接近中です。ああ。折れない。おだい。俺、こっから金ブロック掘んの？停滞前線の中？ああ、嘘だろ。うん。速報です。現在、大原面に火山前線が接近中です。ああ、まあ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 、中にや。そんなに大惨事にはならんと思われ。マグマキューブが湧いちゃってるね。いやー、かなりもたついてしまったが。とりあえず、マグマキューブが3台。速報です。現在大原面にツララ前線が接近。ツララ、うん、おわいわい、一体ずつ手で倒していこう。ディフェンス、ディフェンス。速報です。現在大原面に梅雨前線が接近中です。あ、雨は当たり、梅雨当たり、ネザー梅雨は当たり。よーし、インブロックめっちゃ取れたー。やるか。これはでかいね、だいぶ。よーし、帰るか。とりあえず金ブロは持ち帰ることに成功した。この辺で 2,3 体いればいいんだけど。2、あ、3、 OK 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 OK。集合。あ、出てるな、パール。2か。4パール。ないね。いやー、頼む。ここで蹴りつけてくれ。速報です。現在大原面にゴリラ前線が接近中です。ゴリラ、これでゴリラが消えた瞬間にちょっとあそこのアイテム全員回収だ。速報です。現在大原面にツララ前線が接近中です。ツララかー。てか金が終わったな。あいだ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 、ごめん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 。ちょ勘弁してください。でもパール出した君、やられすぎ。すごい、めちゃくちゃ偉い。9。速報です。現在大原面にドズリ前線が接近中です。うわ。これはですね、正解は1パールだけ持ってきて終わりそうだなって頃にあの穴に入るが正解と見た。おお、パール出てる。とりあえず4、一旦4でかい。まだ出てる、まだ出てる。8、15出てるな。
これで、投げて得点しよう。で、ブレードロット。はい、全部、エンダーアイ。で、これで、まず、第一投。さあ、運命の方向は、斜め。こっち。まあ、い。まいまい。次のやつがいい。ぬるめのやつだったら、ネザーから行く。よし、次。速報です。現在、大原面に、梅雨前線が接近中です。OK。これはデザイン行こう。行けるとこまでだから、あ、でも、だいぶ行けてる。150まで来れてるから、あー、まあ、この辺で開けられるだけでも相当でかい。これか。よし。これで、おそらく、そこそこにいい場所に出るはず。はい。あー、真っ青。何もわかんないけど、投げる。1000ぐらいは確定してんのか。戻ってるか。さては。このあたりで、待ってくれると、嬉しいな。横行け。横行った。潜ったー。ここだ。よし、行くわ。これで、この位置。さあ、どこだ。いやー、ちゃんと特定すればよかったかな。現在、大原面に秋雨前線が接近中です。待ってたな、絶対待ってたな。タイミングを測ってたな。これは死ぬな。ダメだ。あったけど、なら俺は手前でやられる。ポータルベイは入るな。ここで止まれ。俺は喜んで死のう。そして俺は喜んで離れよう。ヘイシャーク、まだかい。下からマジゆっくり来てんだ。相当遠そう。うわあ、びっくりした。全然下じゃないやん。横。まあ、俺の持ってるものは全部消えてはしまったが、一回はめるだけはめちまおう。よし、オッケー。よーし、とりあえず、整えは終わった。で、一回、ちょっと死ぬ前提で、堀か、道か、それだけ確認してくる。ほい。チェック。堀。速報です。現在、大原面に、停滞前線が接近中です。バカがよー、おい。一番最悪なタイミング。死ねもせん。早くね。ちょっと待って。もう終わる。いや、終わんないんだけど。現在大原面に何？ノズリ前線が接近中です。30秒なってる。おい、やばい。やばい。でもちょ、横さん。これ、火の雨だったら、つららでもいいぞ。現在大原面に寒冷前線が接近中。ああ、それ一番美味しくないな。ちょっと牙を踏むことでちょっとズルする。よし、速報です。買ってこいや。現在大原面に秋雨前線が接近中です。それは来てほしくなかったな。あ、でも10秒で言うて消えるから、はい、全然耐えれる。もう大したもういてー。速報です。暴れた。あー、やべ、視界がゴミで埋まる。視界がゴミで埋まってる。すごい見づらい。めちゃくちゃ見づらい。速報です。現在大原面にノズリ前線が接近中です。こんな情けない姿ある。どうも、人間ゴミ箱です。よろしくお願いします。バン。現在大原面に秋雨前線が接近中です。よし、終わり。よし、あとエンドダサげ。現在大原面に秋雨前線バカがよ。おいどんなタイミングよ。なんだったらこれ一回エンダーマンにやってもらった方がいい。これが正解だろ多分。
これでいいだろ。来た、降りてきたよ。どうだ、ほいほいほい、あ、おお、いで、やべやべやべ、エンダーマン全部これやった。うわ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 、大変なことなんで、猿の惑星みたいになってる。やばい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 、エンダードラゴン来た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 、ちょっと待って、ゴリラストップ。速報です、現在大原面に火山前線が接近中です。あー、どうだろうな、これはエンドラに当たれば。降りてる、いてー、速報です、現在大原面に寒冷前線が接近中です。いなちょ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 、現在大原面に停滞前線が接近中です。はあ、はあ、あまりのコンボにヴィンディケーターが出てしまいました。大変失礼しました。バン、速報です、現在大原面にノズリ前線が接近中です。オッケー、お、降りてきてる。ダメだ、やっぱこのドズリ前線の専用を持つと攻撃が強制的に下がってる。痛ーい、火山前線が接近。火山、いやー待てよ、これアイテム怪しい。真ん中にまだ振るな、真ん中に振るな、真ん中に振らないでくれ。それ剣、剣と水、クロスボウ、オッケー、だいぶもうこれで十分感ある。速報です、よしよしよし、現在大原面にドズリ前線が来たー。なんで毎回来るたびにドズリ前線が始まるの。いや、ドズリ前線別に、あ、でも攻撃されてない。オッケー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 、いけるいける、これ決まるだろ。はいはい、よっしゃー、よーし、オッケー、たー、よーし、シェックリア。ということで、デタラメな天気な世界でのエンドラ討伐でした。いやー、時間かかったね。今回は多分本当に5時間いかなかったぐらい。いやー、まあだいぶ苦戦はしましたが、なんとかクリアということで。ちなみに死んだ回数は31回。まあこうやってみると、まあ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 、そんなに後半ちゃんと装備整えてからあんまり死ななかったっていうのはでかかったね。ということで、こんな感じで毎週いろんなエンドラ討伐やっておりますので、この動画面白かった方ぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、また次回のエンドラ討伐でお会いしましょう。バイバイ。